コメント読みのコーナー。パチパチパチ。パティシエは何でもできる世界だとどうする？シエルンはどうせバナナ食べたいとか言うと思うけど、だって俺はね、3億5000万円もらう。私はね、まあ大したことないけど神になる。どうも皆さん、パティシエです。チャ。どうも皆さん、シエルンです。チャ。今日はシエルン、キャンプしに来てるんだよね、夏休みでね。結構いい感じのところが取れてよかったね。うん、よかった。やっぱさ、キャンプといえばだよね。キャンプといえば何？あ、バーベキューね。肉！いいね。お肉いっぱい食べよ。パッチ君は50枚ぐらい食べた方がいいから。そんなにガリガリじゃないよ。いや、ガリガリよ、カリカリよ、ケリケリ。最高だね、バーベキューしてる肉見ながら食べるバナナ。バーベキュー食べてあげてよ。ずっとバナナ食べてるじゃん。で、焼き上がったのがこちらになります。あ、こちらね。すんごい焼いたね。焼いたね。うわ、うまい。嘘。あ、美味しいわ。よかった、コストコで一番いいお肉買って。コストコでね。いい天気で最高だね。最高。でもちょっとなんかジメジメしてる感じの湿地みたいなところだけど、穴場ね。そうそうそう。まあでもなんかね、夜は結構星が出て綺麗らしいから。最高じゃないか。ちょっとじゃあ夜まで待とうか。うん、星のより美しいよって言ってくれるんだろうな。なんて言った？星より美しいよ。君のことがって？言うか。ちょっと肌寒くなってきた気がする。そうだね。まあでも温めればいいんじゃない？やっぱキャンプファイヤーでね。キャンプファイヤー見て、ほら、星。うわ、綺麗。絶景だね。地元みたい、すごい。地元がこんなもんだと、なんか感動薄れるから、そういう言い方。すごい綺麗だねって、キャンプ、綺麗だねって。誰が田舎もんや。いや、言ってないのよ、一言も。ふん。もう眠いから寝ようかな。早っ、マジ酔い子すぎるやろ。これからだよ。いや、もうだって夜じゃん。いやいや、今日は、いつだと思ってる、今日は。今日？うん。今日は8月の13日だけど。13日の何？あ、曜日？うん。あ、金曜日じゃない？そう、13日の金曜日。うん。これどうしたの？鼻金だね。鼻金だね。うん。別に何もないでしょ。いやいや、私聞いたことあるもんね。何？13日の金曜日は危ないよって。あー、あの13日の金曜日ってあの映画の？そう。そんなんあるわけないじゃん。トンプソンかジェンプソンか知らんけど。ジェイソンね。全然違ったぞ。トンプソンはもう何も合ってない。ソンしか合ってない。ソン。立って寝たよ。チエルン、立って寝てるって。立って寝てる。ちゃんと寝な。今日移動が疲れちゃったね。そうだね、今日結構遠いところまで来ちゃったからね。もう寝よう。寝よう。おやすみ。うん、ダメだ。ダメだ。どうしよう。ねえ。ねえ。なに？トイレ行きたい。行っておいでよ、トイレ。いや、いや、無理。一人で行っておいでって。いや、無理。大きい大人なんだから。あー、無理。何が無理なの？怖い、怖い。行っておいでって。ほら、早く行っておいで。起きてて。すぐ閉めるのやめてね。行っておいでって。でも涙もないな。近くに村もあるんだから、そんなに遠くないんだから。行っておいで。行ってくるね。はーい。一人で行ってくれよ、トイレぐらい。え、なに？シエラン？シエラン？犬がいる。どうしたの、シエラン？どうした？漏れちゃった？死んでる。死んでる？人死んでる。うんな、バカな。え？うわ、これ死んでるな。一回さ、ちょっと戻ろうよ、とりあえず。村も近いし、村の方行こう。そうだね。何あれ、ねえ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 、ジェイソンじゃない？ジェイソン
じゃない？あ、待て。あ、怖い、怖い。怖すぎる？本当にいた、本当にいたよ。見間違いじゃない？見間違いじゃない。いや、でも、いなくなったんじゃない？いなくなった？うん。あ、足音聞こえない？え、気のせいじゃん。どうしよう。いや、ちょっとめちゃくちゃ怖いな。やばいやばい、どうするどうする。もうずっといるじゃん。出れないよね。うわー、やばい。シエル、村に逃げよう。人いるだろうしな。そうそう、人いるから。来てる、追ってきてる、追ってきてる。誰かいませんか？誰かいませんか？誰かいませんか？助けて。とりあえず、入って入って入って、早く早く。ちょっと待って、どこ行った？シエル、シエルどこ行った？ここだよー。いや、殺される。見てる。閉じ込められたね。でもまあ、石造りだからまだ見てる。ん？いるって。あ、またまた逃げて。こっちこっちこっち、早く早く。また見てる。怖すぎる。いや、怖すぎる。でもここちょっとでかいからさ、割ったぞ今。割ったな。いや大丈夫、入ってこれないやつ。ここは割ってる。いや、でもあいつ体がでかいから入ってこれないよ。パチューとシエルに頑張って逃げ切ってほしいと思う方はチャンネル登録と動画の高評価、コメントお願いします。お願いします。じゃあ、音とか聞こえなくなったんじゃない？下にもいない？ちょ、見てくれよ。あ、いない。あ、いないっぽいな。いないっぽい。大丈夫なんじゃない？もう一回キャンプ場戻ってみようよ。もう怖い。いたらどうすんの、まだ。ていうかさ、なんで誰もいないの？確かに村だよな。村だよ。昼間いたよね。昼間いたもん、だって誰もいない。本当になんで誰もいないの？本当に誰もいない。なんでだろう。とりあえず戻ろ。あ、待って。何？死体浮いてる。死体が浮いてる。肉も浮いてる。肉はいいんだよ。ちょっと待って、ちょっと待って。なんでこんなに死体あんの？これさ、村の人の死体じゃないの？全員村人？ほら、村人だよ全員。本当だ。今村人一人生きてなかった？生きてたかな。踏むなよ。ごめんなさい。踏むなよ。シエル、しかも携帯が取られてる。嘘だ。どうする、どうする。帰るには遠い。そうだね、ちょっと遠すぎ。な、どうしたの？何？いや、どうしたのって。何？いるかと思うじゃん、今のリアクション。後ろに、いや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 、あ、いるじゃん、こっちにいるじゃん。いるんだ、いるんだ。回り込んだんだよ、回り込んだの。最初そっちにいたの。どうする、どうする、どうする、どうしよう。いなくなったぞ。いるよ、後ろに。ちょっと寝てる。後ろにいるんだけど。どうしよう、これどうやって逃げ切る。でも動きがちょっと鈍くない？あいつやっぱ大きいからかな、体。っていうか、なんか体悪そうだもんね、どっか。そうだね、なんかどこら辺が悪そう？大腸かな、便秘っぽそう。うわ、めっちゃ暗い。隠れれたかな。ランタン持ってんだ。うん、しばらく待とう。うん。村人がいる。ここって村人を閉じ込めてた場所とかじゃないよね。村人の声聞こえるけど。聞こえる？聞こえるよ。どこ？ほら、村人どっかにいるって。嘘でしょ？助けてあげないと。あ、いる。え、どこ？本当だ、いるやん。え、どうやって行くのこれ。行こうか。よし。何やってるんですか？大丈夫？大丈夫ですか？逃げてっちゃった。逃げてったってことはやっぱ閉じ込められてたんじゃない？え、どうする？ねえ、どうする？逃げ切れる？警察は？やばい。何？秘密基地だったんだ、こいつの。やばい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 。逃げよう。逃げる逃げる。ねえ、どこに行ってもダメじゃん。どうする、どうする。もうさっきの村人さんには悪いけど、今俺らの方に一目散で来てるよ。
村人じゃないみたい。俺の今のターゲットはシエルン。とりあえず一回巻いたかな。あいつ足遅いから来てない。シエルン、今のうちにここに橋があるけど、トラップを仕掛けよう。この橋に。すごい長いね、この橋。ここ結構深いと思うんだよね。ここをあのトラップにしよう。なんで？シエルン、できたね。できた。これでここに見えないスイッチがあるから、押したらここ落ちるから、そしたらもうあいつ多分上がってこれないよ、この沼地だったら。落ちるなよ。俺らはここを抜けていこう。これ松明が目印ね。そう。じゃあちょっとジェイソンをおびき出すか。どうやったら出てくるかな。呼んでみてよ、シエル。13日。違うよ、13日はいつでも来るから。あ、金曜日。いや、金曜日も毎週1回来るのよ。13日の金曜日さん。いや違うよ、ジェイソンだから。あー、なるほどね。なるほど。どうしたの？トイレ行きたくなっちゃったの？ああ、ちょっと、そういうのやめた方がいいと思う。今、もうそんな余裕ないと思う。全然余裕ないと思う。もう、むしろ下がったらいけないと思うよ。走って！走って！走ろう。どっから現れたんだ、こいつ。来てる。なんて足が遅いんだ、私は。よし。来い！ジェイさん！一瞬出たけど。よっしゃーい！よし！一応ここ開けてみてよ、確認する。踏むよ。うん。あ、でもあそこに深い穴があるから、あそこに落ちたのかな。私めっちゃ目いいんだけどさ、今日。今日めっちゃ目いいんだけど、いないよ。だってあれ、周りより1個分低いだけだよ、あれ。いやいや、もっと深いって。じゃあ大丈夫かな。大丈夫じゃない。もうだってあそこに落ちて、もうもっと深いところまで行っちゃったと思うんだよね。そうだよね、周りいないもんな。ドロドロの沼地すぎて上がってこれない底なし沼で有名だからな。よし、やったぞ。もう二度と来ない、13日の金曜日は。13日の金曜日は何回かに1回来るからね。いや、もう来ん。ジェイソンは来ないけど、まあいいや、帰ろう。もう二度とキャンプなんかしないぞ、俺は。しない。あ、でもまあジェイソンいなくなったから、またキャンプしに来ようか。人気キャンプ地に行こうよ。何組かキャンプしてるところに。うん、まあ、無事。デメタシだね。デメタシだ。よかった。これさ、もう夏のさ、風物詩みたいなのがもう怖い経験しちゃった。怖かったね。もうやだよ。夜も眠れないよ。寝るんでしょ、どうせ。朝からしか眠れないわ。パチシューのゲーム屋さんはご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。出演者の情報は概要欄を確認の上、フォロー、チャンネル登録よろしくお願いいたします。